protecting the safety and security of the citizens of the prefecture. Kashima Police Station. 皆さんこんにちは。鹿島警察署の山口です。先月29日早朝、鹿島市のごみ郵便局前付近で国道を横断中の歩行者が車にはねられ死亡する交通事故が発生しました。昨年末にも久保山北交差点で国道を横断中の歩行者が車にはねられ死亡する交通事故が発生しています。車を運転する方は基本ハイビームで前をよく見て運転してください。歩行者の方は反射材の着用と明るい服装で国道を不用意に横断することなく、遠回りになっても信号機のある横断歩道を横断してください。皆さんが加害者被害者にならないためにも、信号機のある横断歩道を渡る、前をよく見てハイビームを心がけ、安全運転に努めてください。